デイケアで入浴後、着替えをしている際に転倒し、起立不可能になると。で、救急車で当院に搬送され、初検査後、まあ、左大腿骨、頸部骨折、左上腕骨、筋断骨折の見た目、まあ、BHA でまあ入院となると。既往歴としては慢性心不全、糖尿病、脂質異常症、心房細動。まあ、よくある、まあ、パターンの患者かなと。えー、翌日、まあ、理承開始、まあ、リハビリセンターで起立練習等を行ったと。 えー、実後4日目、理学療法中に呼吸困難感をった意識も朦朧としてきたため、理学療法中止、まあ、急変功労し、医、ま、師、あ、到着後に、まあ、救急外来に搬送されると。で、この人のレントゲンがこんな感じでした。これがまあ、えー、実前なんですけどね。で、これまあ、急変時ですね。まあ、こんな感じになってきました。 実際、患者さんやっていくに、まあ、治療していくにあたり、何に注意していればよかったんだろうか、あとまあ実施で内容は正しかったんだろうかというのが、やはりまあそのあたり考えるべき、まあ、ことかなと思います。まあ、レジスタンスの処方ですね。で具体的には、まあえー、実際どうしてるんかというやつですね。あの僕のまあやっている方法です。まあ、大体10回から15回ですね。まあ、明らかな疲労がない程度の強度にします。 で軽い負荷からは徐々に前増するよう、えー、適定法をまあ用いるような形にします。で患者さんの訴えとしては大体ボルグの11から13ぐらいで収まる程度にやっていますで。スクワットですね、まあ、蒸気が2項目が達成されるようにまあ解除量で基本的にコントロールしています。で高血圧の患者さんではまあ特にそのセットごとに血圧 え計測を特に、初期ですね、やっていただいた方がいいかなと思います。で、過度なまあ血圧上昇をまあ予防するためにこれはですね、心臓カテーテル検査で、えっと、カテーテルを心臓の中に突っ込まなくても、ある程度のですね今予見ができるというもので、まあ、これ、誰でも心不全の診療に当たっている人、まあ、診療とかですね、に当たっている人は誰でも知ってるというものになりますので、まあ、これはぜひ覚えてください。 これは2つの見方になります。低管流があるか。要するに、心臓からですね、えっと、心拍質があまり出てない、で出てなくって、えー、臓器や筋肉がですね、えっと、あまり血液が管流されている状態ではないと、ね、まあ、低管流と言います。で横軸はですね、うっ血ですね。今度は逆に、えっとまあ、さっき肺う血と言いましたけど、まあ、臓器ですね、 血液が訴えしていると。これがありかないか。低感流がありかないか。これを、この4つのですね、えー、次元で見ていこうということになります。で、これは簡単なんですけども、低感流があるとですね、まあ先ほど言った指先冷たい。まあコールドになるんですね。低感流あるいはコールド、冷たい。で、なしはですね、それがないので、ウォーもあったかいとこうなります。運動時にですね、えっと、 例えば、ここからですね、A からですね、えっと、こっちへね、L へ、ね、移行してくると。で、これ、さっきも言いましたように、えっと、安静時には、末梢まで血流があったのに、運動すると、もう筋肉に血液を、えっと、持って、あの、いけないと。移送できないということで、 えー、そういった意味で、末梢が閉まってくると、この A から L に運動時にです、ね、変化すると。まあ、こういったことも起きるわけですね。<laughs> 理学的初見の観察のタイミングで、安静時は、えー、心線拍動、頸動脈、度腸、拍動、皮膚、体重、皮膚の色調、皮膚音、血圧、脈拍、呼吸状態、聴診、ね、まあ、こうしていただくと、運動時は全部、ね、で,できませんので、まあ、特にここですね、頸動脈、度腸、拍動、皮膚の色調、 やはり皮膚をもね、ちょっと指先触ったらかりますので、血圧、脈拍、呼吸状態、ね、見てください。運動後もですね、これ先ほど言いました通りで、皮膚の色調、皮膚を血圧、脈拍、呼吸状態、さらに調子もしてください。こういうことになります。ね、必ず、うん、安静時、運動時、えー、運動後で、これをずっと繰り返していくということで、安静時だけ見ていては話にならないんで、 運動時もしっかり見たら、運動もですね、ちゃんと確認をするということが必要となります。